やるとするか。やするかい。あぶね、ミサイル撃っちまった。つい距離とミサイル撃ってしまった。さあ、引き続きこの謎の、ちょ、謎エリアを探索していくか。おお、なんか怪しいな、怪しいな。なに。なんか遊んでんの、なんかめちゃくちゃ遊んでんじゃん。あ、このなんか、なんか入ってきたみたいな。あ、で、さらにこれがあり。上に行けと。上に行って、さらに、あなたが何なの？乗れんの？あ、乗れる。のこのこじゃん。優しいな、お前たち。俺も今なんか殴られたな。散々なんかなんていうの、恨みっつうかなんか今恨みを晴らされた気がするわ。怪しくね。お前怪しいと思ったんだ俺も。ここちょっと待ってくださいよ。ちょっと一回。まあそれでもいいけど。え、はい、やっちまった。あ、乗っていけ。あ、やばい。ちょっと戻れない。戻れないって嘘。ちょっと待って、これ最悪だ。あ、でも俺は、まだ戻れては使えるけど。何、謎エリア来ちゃったんだけど。まあいいか。まあちょっとこれ結果裏でこの人か、ちょっと。完全なる謎エリア来ちまったけど。まあこれはこれでいいのか。もうほんと苦手なんだよ、このなんかさ、このさ、この謎エリアがもう苦手すぎてしょうがないんだよな、このなんか上に登れねえんだもんだってなんか。ほら、もうこの上に登れない、このなんか恐ろしいあれね。ほっ。よし。お、パワーボム珍しい。来ましたか、ついに。ティリリリリン。ちょ、一回ぶちかますか。一回ちょっとぶちかますって、ちょっとどこら辺になんか通用するのかっていう。はぁ、あ、はぁはぁ。いけなくね？あ、マジだ。やらかしだ。これいけなくねえかって、これどうやってあれなんだ？この上は？ほ。多分いけるときには来るはず。てか逆にこれどうやって戻るのこれ。ん？下になんかあれか？あ、下に行けんのかもしかして。この謎のさ、あそこに、こっか。なんか場所が決まった、時間じゃない気がするんだよ。なんか場所っぽい気がするんだよな。でもかといって、すごいなんか恐ろしいぐらいなんか、こうやってなんか今すぐ引きずり込まれたりとかなんかさ。で、おーしよしよしよし。で、来ましたと。あ、何してんのあなたが。ひどくないか？おー、なんでえ、そういうあれなの？なんでもなかったの？俺とのあれ遊びだったのか？何それ？なんか、じゃあ俺ちょっとこれ沈んでいい？ちょっと。これどうなのこれ。お、沈んでったぞ。これあそこじゃないの？俺もここマジ、このエリアほんと嫌いなんだよ、もうなんかもう。もうほんと勘弁してほしい、ここ。これマジでなんかもうなんか、なんつうのか、よくわかんねえんだよな、これなんか何がどうなってるのかっていうのが、なんつうの、この恐ろしさがなんかもう獣じみでんだよ。そう、この、はまると、はまってし、この下から、なんつうの、この下からなんかもうバンバンザみたいな。やったぞみたいな感じで、なんつうの、あいつらなんかすげえなんかもう嬉しそうにやってくるから、もうなんかもう、こんなんつうの、我が大地を得たかのようなすげえ顔してっけるのか、あいつ。ちょっと、やめて。この大地の起きてよ、しよ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 し。でもまあ、せめて、じゃあこう行きましょう。で、こう行ければ、ここが行ければ。これどうなってんだ、これなんかもう。もう埋まるぞ、したらもう永久的に埋まってやろうかも。この凄まじいんだよ、これなんかな。これなんか、ちょっと法則性絶対あると思うんだよ、これなんか。絶対何かしらあると思うんだよね。ただ何も見えねえんだよ。俺の目から何も見えねえんだよな。ちょっと見てみっか、ちょっと。まあ、ここ、なんていうの、ここ下に行くのは当たり前じゃん。こうなんていうの、ここはさ。例えば、ここは当たり前じゃん。で、このまま下に行くじゃん。で、なんで？水だから。でもここはあるじゃん。行けないじゃん、これ。でも、行けるとこもあるんだよな。この行けるとこがあるの。で、例えば、こう行け、ん？ちょっと今こうでしょ？これ、どういうことなの？まあ、ここもなんかわかるわ。この、一応、ここは溝のエリアじゃん、一応、ここは。まあ、これはなんとなくわかる。一回これ出たからか。一回出たから、こういう風になってるとこか。じゃあ、これはもうダメってことだよね。じゃあ、逆に考えたら、ここはこう。で、じゃあ、こう行けってこと？これはこう行けってことだよな。なんかまあ、多分50%ぐらいなんか理解してないですけど、ようわかんねえな。まあ多分今の俺のあれで 50% ぐらいだな。いや、普通に考えたらそういうあれなんだよ。やめて。ああ、もうカニに見捨てられても、ではまたここか。またあの恐ろしいとこ行かないけんのか、まったく。ちょ、待てよ。ちょ、待て、この魔のエリア行ってねえんだよ。ちょ、この魔のエリア行こうぜ、ここ。
ちょっと、ここマジ怖いんだよな。あそこなんか絶対なんかあそこにはまんないようにしないといけないんだよ。あ、そういけ？まあ、こうやっていけるわけなんですけど、こうやっていけるわけなんですけれども、これ、でも普通にいるんだよね。あれ、普通にいるんだけどさ、ちょっと待って。いや、もう完全終わってるね、これね。うわ、いや、これ、はまったらおしまいだろ、これ。完全に。で、ここもあれでしょ？いや、もう、これダメだろ、もう。もう全体的にダメでしょ、だって。もう全然ダメージ食らわない、もう。もうこうやってひたすらなんつうの、この長さなんつうの。もうこの攻防だよね。俺がなんつうの。ひたすらなんかもう遊んでる感じだよね。今日はどこ行くのみたいな感じでね。今日なんとかくんち行くねみたいな、そういう感じのあれだってね。ちょっと待って、どういうあれ言えね。ここちょっと一貫じゃいくよ。怖いわ。じゃあまたあの空中ブランコやんなきゃいけないのか。あの空中ブランコという恐ろしいあれを。我々やんなきゃいけない。いやー、危ねえ。あのピンク恐ろしいよな。なんかありそうな気がするけどな。何かしらあるか。もしかして、普通にまあなんていうの、グラッピングなんで、グラッピングなんちゃら感じだと思いました。まあそういうやつで倒せ、意外と倒せるのかもしれないけどな。これも怪しいんだけど、どうやるなんだ。ん？こうなの？まあそういう時はあれですね。こうですね。あー、これあれか。中の方から一回、あれ、いいかあれだな、これな。あっち側から行くんじゃねえか。ちょっと、これどうやって行けばいいんだ。ちょっとひどくないか、あれ。もうひどいよね、なんかの押し出しっつうの、押し出し的なそういうなんかさ。やばいやばい、ちょっと地味に食らってんだよな。ちょっと地味に食らってからな、あんまそのなんかもう無理ができないっつうの。そう、なんかもう無理ができない年齢になっちまってんだよ、我々は。そりゃそうだろうな、なんつうの、そんなもう毎日毎日そんな無理してなんか働いたりしたら、それはもう体ぶっ壊すの、そりゃそうだろうっていうのが、それはそうなってしまうんだから。もう体もあれだからな。おい、やめてくれ。やっぱそのヒットポイントみたいな、そのなんじゃ、ヒットポイントっていう概念みたいな。だその、それを作った人はやっぱなんかあれだな、分かってんだな、みたいな。いや、ミーカーなんかいなかった。おめえか。やっぱ分かってんだ。人間にもその、なんつうの。それなんか数値化できればいいんだけどな。それなんか数値化できるなんかなんできればすげえなんつうのか。どのぐらいなんか体力を使っているのかみたいな。なんかもう自分の限界が、自分の限界が分かんじゃん。もうちょっとそういう機能がなんつうの、搭載されたいの、搭載するんですよ。そのが分かるように、分かるようにしてほしいの、それなのかな。で、これがぶら下がりと。なんかあの S っておかしくね？何あれ？ね、あそこの S おかしくねえか？はぁ、あ、はぁはぁ。これあれか、もしかして。これなんか最後になんか、多分あれなんじゃない、その最後になんかセーブしたとこがあれなんじゃないかな。と、勝手に私は予想している。そのなんつうの、色違いの S みたいな。色違いのやつは一体何だったのだなってずっと思ったけど、これがそれで、ああ、まあ普通にまあそうやっていくこともできるってことか。はあ、ははあ、むしろこっちは苦手だ。こっちのやり口は、うわ、怖っ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 。まあでもこれはまあと、これはとりあえずまあ取り返せるからな。まあでもそのなんていうのかな、え、上から行けってこと？ここは？上は何部屋だ？あ、なんか上行ける、行けないか。何なんだろうな。まあ、とりあえずここ行ってみる。あー、ちょっと待って。こうで？まあ、ボスいんのかな？お、なんかすげえな、動き早いんだから。やったら、なんかそうする。またこれ系ですか。ちょっとこう。あ、こいつは、助かる。持ってるわ。でもなんか、なんか怖えんだよな、そう、これが怖いんですよ。だからこれもしかしたら、なんていうのかな、固めていった方がいいんじゃねえかっていう、その疑惑はあるんですよね。まあでもそれ警戒しすぎか。まあ多分いけると思うんだけど、多分大丈夫だと思うんだけど。さあ、ここまで来て。いや、さすがにここまで来て何もねえねえだろ。まあそれか下が。あー、なんか下行けそうな、なんかあれがあるな。あれがあるけど、ちょっと一回ちょっと放流していいか、ちょっと。ちょっと保留かな、こう。ちょっとまあ、ここはまあ、なんつうの、後々に来るみたいな。俺嫌なんだよな、またなんかあそこなんつうの、この恐ろしい。じゃ一回ちょっと探索してからにしようぜ。ここの行き結構大変なんだよ、なんか。こういうとこなんかあれだな。なんか遊んでんだ。まあ、俺が行けるわけじゃないと。そこに行ったからといって俺が行けるわけじゃないと。上なんなんだろうな。まあ、多分だけどなんかあれだと思うんだよ。そのミサイルとか、そういう、それ系だと思うんだよな。予想としては。え？ほうほうほう。なんでこん、なんでそこにそんなのがあるんだ。あ、やばいやつこれ。あ、大丈夫か。で、この、これ下に行ったらあれだよな。完全アウトのやつなんだよな。下に行ったらアウトで。なんかあんのかな、この下。
なんか謎な、すげえ謎なんだけど。どのように接すればいいの俺は。不気味でしょうがねえの。ここだろ。何もないの。おお、いけんじゃん、いけんじゃん。おお、はいはい。で、こっから、こっからでしょ。こっからどうやって行くんだ。なんかいけそうな感じがするんだけど。どっかしらないの、どっかしらに。攻略の道は。どうするんだ、これ。ちょっと待てよ。なんか行ける方あんのかな、なんかな。おー、ちょ、待って、ちょ、待って。このエリアの、右上と左上か。で左側、あれが、あ、もう訳わかんねえな、なんかもう、完全に訳わかんねえぞ。もうだんだん、だんだんちょっともう、混沌とかしてんの、なんか。なんか上行けねえのか。おー、お前は、ちょっと、お前、ちょっとどっか行ってくれ。おー、あるじゃん。左上だったのか、左上にあれか。うん、なんで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 あなた方がいいの。なんでなんでなんで。ここは兄、お前たちの本拠地なのか、お前。そうそう、すげえなんか、ウェーってなんかすげえ声出してくるなんか、そんななんか、よもっとなんか、キュイーンって感じのあれじゃなくて、なんかもっとさ、可愛い感じのなんかさ、この上怪しいな。なんもねえか。え、ってことは何ね、こう本拠地的なあれ、ちょっとやばいあれなんじゃないの。普通にいるけど、なんかあれじゃん、これ吸い取られんじゃねえの、だって。やっぱあれなんだな。なんだこれ、謎の物体。やっぱなんかあの凍らせに弱いんだな、あいつらは。ほう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 。何そのなんか恐ろしい展開。もうすげえなんかあれじゃん、なんか。あ？で、またそういう。あー、なるほどなるほどなるほど。で、これが謎の物体で。で、ここを一気にぶちかましていけと。いうわけですね。ダーン！よし、オッケー。さあ、よこしやがれ。とてつもねえ、なんかなんていうの。何何何何、しかも出れなくなって、しかも体力ねえんだけど。な、何事？ほっ。おお。ま、これは、いけそうな感じですけど、どうなんだろうな。こちら側に来てくれれば。よし。あ、顔面に、やっぱそういうあるか、顔面に当たればいいんだな。もうなんかミサイル使い切ってもいいんじゃねえかも。で、これで。おぉ、そりゃやべえな。そのね、しかも、トゥ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 って、そんな感じの。悲しい曲はもう、これ無理だろ。これ無理だよ。こんな無理決まってんの、これ。こんな普通になんつうの、どっかしらなんつうの、これ、もう、止まってるところ見計らってって感じじゃね。しかも、そういうあれなのね、それを狙っていけみたいな。で、こうやってミサイルこれつけたらどうすんの、これなんか。ずっと暴れてんねんか、この人なんか。もうずっと暴れてんぞ。じゃあもうこれでいいだろ。おい。あ、これでもいけんじゃん。じゃあもうこれでよくね。でも、ここにいれば安全じゃなくて、とりあえず。こいつ面白すぎだろ。もうすべてのおいで面白い。いずれ当たるだろ。もう撃ってこなくなったの。いった。なんかすげえ切ないんだけど。なんかこれでよかったのかなっていう、なんかそういうちょっと気持ち悪いけどな。若干そういう気持ちはなくしてもあれだけど、まあ、まあ結果割れって感じでいいんじゃない。さあ、来たんじゃねえか、これは。ちょうで。さらなる卑怯だね。あ、そう、上も気になるんだよな。てか、絶対なんか、もうさ、行ってないとこはなんかありすぎて、なんかもうさ、もうどうすればいいのって感じだよ、なんかな。もうなんか、わかった。もうスーパーメトロ、確かにそうだな。なんかもう、難易度が一番高いとはやる、なんか聞いたんだけど、なんかさ、もう確かに難易度高いわ。さらなんつうの、探索的な意味も含めてなんつうの。もう、あそこは、究極の。おーっと、こんな簡単にあるの？こんな簡単に手にあるあれでよかったのか。いや、これ助かるでしょ。エナジーなんかどんぐらい行くんだ？なんか上の段もありそうだよね。お、さらに行ける。なにこう、なになにこう、逆になにこう。何があるの？あ、ショートカット的な？まあ、多分普通に行くよりは、普通に行くよりはこう行った方がよかったんじゃねえかっていうあれだよね。ん？言わなかったか。あー、なんかあるのかもしんないな。なんかミサイル的なそういうあれがある。なんかエナジータンクあるだね。多分なんかあとなんか、なんつうの、何個だあれ ?1、2、3、4、5、6、7。あと7個か。7個ぐらいありそうじゃね。なんかこうスペース的に。おー、危ね。おー、ズームのがもうなんかすげえあれだな。もう狂った感じ。ちょっと横回ると。どうなってんだ。でもなんか先に進んでる感あるよね。なんかね。しかもなんか全貌がなんかあれだな。見えてきたな。無理だろ。もう倒した。倒したが？倒したはいいが、で、何、この、何があるの、この、
界隈に。この随分出てくるようになってきたな。いや、これぞ怖いんだよ、このなんつうの。この界隈なんかまたあるな。いや、それはない、それはない。どこ行った、どこ行った、どこ行った。ね、またなんか進化する。ドゥルルルルルみたいな感じになりますか。お、トラウマだから、あいつなんか割と見た目可愛いけど、なんつうの。俺すげえなんかもう、なんつうの。とんでもないと思って戦ってきたからなんかさ。ね、これどうすればいいの。もうなんかさ、どうすればいいのって感じじゃないの。ちょっと危ない危ない危ない。上から行けってことだよな。で、ちょっと待って、回るしかねえんだよこれ。あ、そういうこと。今変な、あ、そういうやり方ね。待って待って待って、なるほど、そういう飛び方があるのか。お、なんか下になんかあるじゃん。下なんだ。ほっ。あ、これでも普通に倒せんじゃん。ほうほうほう。で、あ、これ便利だな。ちょっと怖えぞ。怖えが。あ、やばい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 。ちょっと待って、それはまずい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 。この上どうなってんの。あそこか。おお、ナイスナイスナイス。ナイスだが、無理だった。とんでもねえなんかあれだな。いや、でもいろんななんかテクニックを要するもんな。これはなんかほんと、いや、もうすごい、これどうする。こっ。おい、やつが来るぞ。俺のこれ多分一番苦手かもしれんね。一番苦手分野かもしれんね。動けないんだよね、この途中、なんつうの。なんか、今、なんか、上、真上しか今行ってなかったじゃないか。そういった、なんつうのかな。この子、おーい。どうにかしてくれ。どうにかしてくれ。ほら、ここ、よし。ほっ。やっと行けた。ああ、ちょっと待って。上になんかセーブがある。ちょっと待って、まずセーブだろ。まずはセーブでしょ。危ねえな、マジで。とんでもねえ化け物がはびこってんの。おーおーおお、ちょっと待って。何があるの、そこ。なんか素晴らしいあれからやればいいんだけどな。うい。間違えた。ミサイル使っちまった。これなんかあんじゅう。なんだそれは。なんだそれは。ここで、すげえな、際どいポイントだな。じゃあ下から行けってこと。下から行け的な、そういうあれだな。また出てくんの、君たちは。でよ。あそこ完全にスキップしてんだよな。しかも、真ん中のとこも行ってないしさ。真ん中行ってなくて、カフェテリアが上にあって、カフェテリア上、下になんかあんだよな。わけなかんねえのか。じゃあ、ここか。とりあえず、ここだな。何があんの、この、界隈には。またそれ系？多いよな。ああ、そうやるか。ああ、崩れる的な？今、食らった今。難しくね？あ、そういうこと？単純にそういうこと？なんか入れそうじゃね？ここ。なんか入れそうなイメージなんだけど。どうでしょうか？ぶっ壊されて？おー、いた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 。で、これで？無理か。これは限界か。で、これは限界で？今、食らってなくね？お、びっくりした、びっくりした。お、何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 、これさ。え？何これ、トラップってか、あれ、なんかそういうあれ？カモフラージュ的なあれ？え、逆にこれ何？ちょっと、え、すげえ戻されそうで怖いんだけど。おー、え、これやばいやつじゃん。あ、ちょ、これボスじゃん、これボスじゃん、全部。あー、ボスがいる、なんていうこと。なんということだ。ボスだよな、これな、絶対な。な、お前、何をしてんだ、こいつ。こいつ、だるまさんが転んできなくて、そういうのが俺が向こう向いた瞬間こうやってのがやってんの、お前。そういうところなんですよ、君たちは。もうちょっと勘弁してくれ。だから、あれが、何これ、何これ。何、ちょ、折れちゃった。やばい、ちょ、何、どう、おー、ちょ、待って、
これで、ね、どうすればいいの、これどうすればいいの、どうすればいいの、どうしようもない、どうしようもない、いや、どんどん迫ってきてるんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、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 いや、食らねえぞ、食らねえぞ、全然食らねえ、ちょっと上は、どう行くの、やばい、変なやつがいる、変なやつがいる、変なやつがいる、化け物がいる、化け物がいる、ちょっと待って、待って、しかももう12発しかないんだけど、これどうすればどうすればどうすればこれ、おむつと待って待って待って、ちょっと待って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 
お前の部屋番号とかも知ってるから、確保しろ。お前絶対あのあれだから、もう 家もあの突入してるから、もう確保しとけ、ほんとに。もうめちゃくちゃしてるから、もう。うえ。この野郎、もう家バレだぞ、お前。マジもう、許されねえからな、お前。実はお前、コソコソ、お前 YouTube やってるの知ってるからな、お前の、お前の、なんていうの、お前の、俺は隣の部屋に住んでんだ、俺は。お前の隣の部屋に住んでることによって、俺は、俺と共演実況してるという、お前、あれだな。俺が一番のあれだ。お前のリスナーである。リスナーっていうのが単語はなんかもうなんつうの、もうなんか死語なんじゃないかって感じますけどね。お前の視聴者だ俺が。お前マジどんだけしびれてんのこれ。危ない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 。てかやばい。今日結構強いなこいつな。こんだけぶち込んでもないにこんなにあれなんだな。やばすぎでしょ。俺がなんか打ち込まれてなんか。おお。こんなの避けらんねえんだけどこいつなんか。やばいぞ。あの、まだ俺があれあれあれがある。危ね。一回でやつが来なかった。これでもこうすればなんかあれだな。暗いことねえよな。で、これでも、くるくるくる。そう、これがガードすんだよな。あれがさ、あのガードの役割果たしてるから、ちょっとね、すげえ厄介なんだよ。そう、すげえな、あのピンポン出しちゃうとこ。もうだったら丸かも。いや、もうだいぶ来てるはずなんだよね。俺も来てるサイズも来てる。これ食らんねえのか。これさ、これでさ、何やってんだマジで。これさ、ドーン行って、無理か。なんか上に行くんだよな。ちょ、もう一回やってみるか。ちょっと今のもう一回やってみて。おっ、これじゃねえか。あ、ダメだ、これダメだ。捕まる？捕まる。もう一回来い。これ強いなマジで。俺が死んだの？俺が死んだのか？ほっ。いや、めちゃくちゃだな、こいつ。しかもミサイルが手に入んねえぞ。とんでもないあれだ。まあ、もうしゃがんではとりあえずどうにかなんだ。で、こいつ、すげえ、もう、とんでもねえパワフル。パワフル親父。ガチ強えじゃん、こいつ。